Yeah.
最後までお付き合いありがとうございました。
この後もよさこい教会でお楽しみください。Thank you.
Oh.
い。Thank you.
Thank you.
下を。できて嬉しいです、私たちはですね、土佐の高知、坂本龍馬先生の生誕地上町というところからやってきました。上町よさこいナルコレンと申します、小学校4年生からですね中学校3年生までで、構成されているチームです。今年のテーマは、恋のくのいち、まあ、忍者ですね。忍者では、くのいちという形で、この、演舞場をですね、盛り上げていきたいなと思います、今年はあの沼津の踊り子たちにも、参加いただいて、また上町の地元のね中学校を卒業した、元中学生
たちも含めてですね、特別なコラボでさせていただいております。元気いっぱい盛り上げていきますので、動画 OK でもね、よろしくお願いします。よさこい東海道中央公園でござるの巻ガイナジー多分の尊重最高¡Suscríbete al canal!
ましょう。はい、神町半端ないってありがとうございました。会場の皆様に礼、ありがとうございました。ありがとうございます。子育てをしながらよさこいを楽しんでいる女性を心から応援しています。ありがとうございます。サマージッパーの皆さんでした。続いては地元のチームです。西尾よさこい勉強組です。応援よろしくお願いします。Ha ha 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 ha
みんなの心を一つにして踊ります。2018国府の舞。おI'm gonna make you mine.
Thank you.
どうもありがとうございました。リールの M でした。どうもありがとうございます。よりこ会場、ありがとうございます。デザビームの皆さんでした。沼津市へだといえばタカアシガニがとっても美味しいんですよ。皆さんぜひ訪れた時には美味しいもの食べてくださいね。よろしく。集団では私が、7本かな今回来ております。豪快に振ります。そして舞台では笑顔の花を咲かせます。どうぞ皆様最後まで5000円よろしくお願いします。お願いします。踊り子構え。
踊りももちろんですけれども、フラフもこれだけ集まると見応えがありますね。ありがとうございます。伊藤よさ連の皆さんでした。私も元気、皆様も元気、街も元気の小学部です。どうぞよろしくお願いいたします。今ですね、伊藤のチームが踊ってまして、でその前はヘダさん、ヘダビリーブさんが踊ってました。いつも下田の方のお祭りなどにも一緒に参加してくださる素晴らしいチームの方々です。私たちはこの沼津のよさこい東海道でよさこいに魅せられ作ったチームです。今年で11年になりました。今日もここで踊れることにとても感謝をしてます。皆様たちのおかげで踊らせていただきます。さあみんな最後のステージです。最高の笑顔で皆様に感謝を伝えてください。踊り子構え、頑張れ。Oh, yeah.
ありがとうございます。下田市から参加、消化組の皆さんでした。可愛いお友達も頑張ってくれました。ありがとうございます。小組の保育士さん、かまえ。
幸せになってね。ニコニコ組の皆さん、よさこい東海道踊り締めということで、皆さん大きな拍手を今一度どうぞ。ありがとうございました。そして先生のマイクでのメッセージ励まされてちょっとうるっときてしまいました。ありがとうございました。お昼からね、中央公園のオープニングから、ね、今まで5ステージをやってきました。いよいよ最後のステージです。みんな最後元気よくいけるかな。はい、それではいきますよ。箱根のふもと三島よりいでし三島南、南の風に乗ってさあ踊り合わせ。はい、
最後です。しっかりご挨拶しましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。最後までしっかりと踊っていただきました。三島南の皆さんでした。ありがとうございます。少々お待ちくださいね。何かのご縁で偶然出会って来たやつらはこうして沿う。師匠をまとえば心は一つ。祭りに行けば笑顔全開、脈打つ魂全てを言い出す。舞台は俺らのものになる。酒上がってに踊り来る俺らへのこきすいた。東京学生きすいの皆さんどうぞ。お待たせいたしました。東京学生きっすいでございます。これで沼津、僕たちもこれが最後の演舞になります。今日今年の沼津はですね、2日間とも晴天に恵まれ暑すぎるぐらいでね、思いっきりやらせていただきました。最後の最後まで思いっきりやらせていきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあきっすい、いつもの若さや若さからいってみよう。若さ心は、へい、それでは参ります。飲めよ歌えよ騒げよ踊れ、はあ、東京学生喫水宴。
では見てくださったお客様たちに向かってどうもありがとうございました。もどもどよいしょ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 どうもありがとうございました。すげえすげえ。よさこい東海道への情熱がこうして恵みをもたらしてくれたと思っております。本当に心からお礼申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にこんなに天気がいいのにごめんなさい。本当にちょっと風邪ひいちゃいまして知らないでしょ声が。本当にごめんなさいね。普段は本当に
当に綺麗な声が出るんですけれども、ごめんなさい、よさこいのせいじゃない、絶対よさこいのせいじゃないです。私の自己管理のなさがこうなりました。本当にすいません。最後までお付き合いください。沼津の指導真希と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、それではグランドフィナーレ最初のプログラムは有効チームの皆さんによる演舞からスタート。早速いきます。まずはカズサ組の皆さんです。大きな拍手をどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、我々カズサ組、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この、ステージで、大型イベントとしては今年最後ということになりますので、応援に盛り上がっていきたいと思います。そして今年ね、あの曲の中に、どっちかリンリンというフレーズが入っておりますが、あの土佐のお客って皆さんご存知ですかね。あの高知の土佐の、土佐の高知の酒の宴のことをお客というんですけれども、そちらで、よさこい節に合わせて奏でられていた掛け声というかね、メロディーになります。はい、よし、よろしかったら皆様方、あのどっちかリンリンという声に合わせて一緒に歌っていただければ幸いでございます。というわけで、何体まだいるの。はい、まだいる、まだまだいる、まだいる、はい、頑張れ、食べるかな。はい、今日はね、これでも実はあのまだ今客席におちびがいますけど、そうなんです、子供たちがね踊れなくてごめんね、入れないサイズになっちゃいましたね。はい、大勢で押しかけました。よろしいでしょうか。というわけで改めてご挨拶、今回は有効チームとして お呼びいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございました。ご紹介、26組埼玉坂戸より参りました、カズサ組でございます。自分で盛り上がってまいりますので、よろしかったら皆様方手拍子足拍子見て勝ち先にお付き合いくださいませ。というわけで勝ち先の皆さん、本日が最後の、今年最後の演舞になります。大いに盛り上がってまいりましょう。楽しくまいりましょう。皆様方よろしかったらお手拍子、秋の沼津のよさこい祭りに熱く楽しく景気よくいざ参ります。勝ち先組、yeah。
目張りの空に誰か響かせ、はい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 、さあ皆さん、リンパー、さすがですよ、リンパー、テレビの皆さん、リンパー、これが噂の勝ち目に必ず来年も期待と思います。勝ち目でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。夜皆様こんばんは。よさこい東海道2018、この2日間私たち神町よさこいなるこ連は本当に楽しませていただきました。各会場でですね本当にお世話になり、またこの沼津の踊り子たちと一緒にコラボして、特別なチームで出演できたことが本当に嬉しく思います。また美味しい食べ物、そして美味しいお酒、本当にね思い残すことなく楽しい2日間でございました。また、来年もですね、できたら来たいなというふうに思っております。今年この、テーマがですね恋のくのいち、曲の中にはそうだねとか、神町半端ないってっていう言葉が入っております。もし流行語大賞取りましたら神町のことを思い出していただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後ですね元気いっぱいこのステージで踊りたいと思います。どうか大きな声よろしくお願いします。よさこい東海道鴨川演舞場でござる。野巻you
初めて4列目の人ちょっと左側にねちょっとだけ出てもらってねお客さんに顔を見たよさこい協会の第22回を祝しましてそして明治維新150周年ね坂本龍三まあさんの生まれた町の名前を背負って今日沼津町で1日いや昨日ね2日間踊らさせていただきました。沼津で楽しんだ人こんなに楽しんだらしいです。いっぱいお金落としたから大丈夫かなね、その感謝の気持ちとお礼の気持ちで舞を取りたいと思います。よろしくお願いします。さあさあ参りましょう。ひふみよはっ。さあお客さんの頭の上には土佐の大きな大きなグラフも皆さんね、土佐越東海道を祝してお届けいたします。はっ、ね、皆さんの笑顔とそしてご声援そして手拍子などいただければ踊り方はねにっこり笑顔で踊りますのでよろしくお願いします。Yeah.
大好きな沼津の町でよさこい東海道存分に楽しませていただきました。どうもありがとうございました。大好きな町沼津と言っていただいて本当に光栄です。ありがとうございます。今日やってまいりました帯山市でございます。ありがとうございます。非常に天気のいい2日間でございましてですね、週2回聞いていいのかわかんないですけど、我々が誇る男気たっぷりの超人体、そして一人なんだか入ってくれてるおまけのアンちゃんもいますけどね、彼も大好きな我々の仲間でございます。まあ先ほどまあいろんな SNS で見られた方もいらっしゃると思うんですけど、南海キャンディーズの山ちゃんがですねいましてですね、我々コラボしてくれました。もしかしたらこの会場のどっかで見てくれてるかもなって僕は今ちらっと見つけたんですけどね、これ以上は言いませんよ、大騒ぎになっちゃうと困りますんでね、山ちゃん最後まで応援よろしくお願いします。さあということでですね、65回高知の第1回からずっと出たおみすじがですね、こちらの舞台でもバリッとこれが高知のよさこいおみすじだというのを見せていきたいと思いますので、皆様最後まで一緒に盛り上がってまいりましょう。それではまいりましょう、これが65回おみすじの水郷。
前出るんで、山ちゃんこれなら来てね、待ってるよ、ありがとう。はい、ありがとうございます、愛してます、ありがとうございました。水田がすごい晴れでね、いい演舞ができると思います。さらに最高の演舞をお見せしたいと思いますので、ご声援よろしくお願いします。
個性は十人十色でも踊りはこれだけ揃うと素晴らしい演舞でした。ありがとうございました。本当にですね、天気に迎えられて祭り日より非常に楽しくこのよそこい東海道演舞をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。沼津に来てかれこれ15年ですね。本当にこんなに暖かい沼津は初めてじゃないかっていうぐらいですね、いい天気だったんですけども、皆さんと一緒にですね、今年もよいそほいそで盛り上がれたことを本当に嬉しく思います。今日もですね、最後のステージになりますんで、一緒によいそほいそで盛り上がってください。よろしくお願いいたします。一戦最後の神奈川の演舞となります。第22回のよさこい東海道開催、誠におめでとうございます。それでは参ります。スタート。トラックさこいバイチフレ踊り子衆行くぜよ。海のクジラがおかぼれだ。狂じて お気楽狂々。いやーいやつれ。
ありがとうございました。ここで総評をいただきます。審査員を代表して双葉フラメンコ舞踊教室白井双葉様お願いいたします。皆さんこんばんは。本当に2日間暖かい日でよかったです。私たち審査する側もとっても今年は楽をさせていただいたような気がいたします。皆さんのとっておきの笑顔と素敵な踊り、女性はすごくしなやかに踊られていたし、男性のその筋肉が躍動するようなフラグの振り方、そんなこととっても素敵に思いました。皆さんすごく踊りの中でも感情表現がきちっとできていて、気迫のある素敵な踊りを本当にありがとうございました。とっても楽しかったです。ありがとうございます。白井様ありがとうございました。こんな形での表彰となります。何度も言いますけど声が聞かなくて本当にすみません。今回は少し違った形での表彰です。まずは、私から受賞チーム12チームをあいうえお順にご紹介します。まずは受賞チームを一斉に12チームあいうえお順にお呼びいたします。名前を呼ばれたチームの代表2名の方はステージに上がってください。もう一度言います。これから受賞チーム全12チームの名前をあいうえお順に私がご紹介します。お名前を呼ばれたチーム代表2名の方、速やかにステージにお願いいたします。では12チームをあいうえお順にご紹介します。いきいき仲見世鳴子隊の皆さん、そしてオズの皆さん、風神楽の皆さん、国士無双の皆さん、国府よさこいの皆さん、サマージッパーの皆さん、駿河リゾートの皆さん、大富士ビズ雄大グループの皆さん、ときわの皆さん、鳴子演舞会の皆さん、沼津熱風マイトの皆さん、ビグルの皆さん、おめでとうございます。以上12チームご紹介しました。チーム12チームが出揃いました。今一度大きな拍手をどうぞ。ですがね、皆さん12チームご紹介したんですが、まだ賞をご紹介しておりませんので、ここから賞を発表して、そして表彰に移りたいと思います。それでは発表させていただきますが、まずはふるさと賞、東海ケーブルネットワーク賞、 FM 沼津賞、スポニチ賞、静岡新聞社静岡放送賞、沼津観光協会会長賞、高知県知事賞、ここまでを発表します。ではふるさと賞の発表です。続いて東海ケーブルネットワーク賞の発表です。
まず賞。オンズの皆さんです。続いていきます。スポニチ賞の発表です。サマージッパー。そして静岡新聞社静岡放送賞の発表です。行きましょう。 NPO 法人沼津観光協会会長賞の発表です。国士無双、おめでとうございます。そして高知県知事賞の発表です。それではここまでの賞、表彰に移ります。プレゼンターをご紹介します。ふるさと賞、南須農業協同組合代表理事常務原邦夫様、お願いいたします。では風神楽の皆さん、お願いいたします。表彰、ふるさと賞、風神楽殿。第22回よさこい東海道において華麗な踊りを披露し、優秀な成績を収められましたので、ご了承します。平成30年11月11日南須農業協同組合代表理事組合長原浩一司会でございます。おめでとうございます。そして札幌メール株式会社様から副賞のビールなども頂戴しております。全ての皆様に贈られますので、お楽しみにお待ちください。風神楽の皆さんです。賞状、東海ケーブルネットワーク賞、鳴子演舞会殿。第22回よさこい東海道において華麗な踊りを披露し、優秀な成績を収められましたので、これを称します。平成30年11月11日株式会社東海ケーブルネットワーク代表取締役社長鈴木道早代表でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一ついきますか。これがかなり重たいんですけど、お水もいただきました。はい、ありがとうございます。はい、当時どの第22回よさこい東海道において華麗な踊りを披露し、優秀な成績を収められましたので、ご了承します。平成30年11月11日 FM 沼津株式会社代表取締役社長杉山康則、おめでとうございます。
頂上福西省サマージッパー殿、第22回よさこい東海道において華麗な踊りを披露し優秀な成績を収められましたのでご了承します。平成30年11月11日スポーツ日本新聞社静岡支局静岡支局長山崎智彦、おめでとうございます。ありがとうございます。放送が公演する第22回よさこい東海道において当初の成績を収めました。その栄誉と努力を称え表彰いたします。昭和30年11月11日静岡新聞社静岡放送社長大石剛代読です。おめでとうございます。素晴らしい舞でした。またあの沼津の方に遊びに来てください。ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。沼津観光協会会長賞国志武装殿、第22回よさこい東海道において華麗な踊りを披露し優秀な成績を収められましたのでご了承します。平成30年11月11日特定非営利活動法人沼津観光協会会長土屋裕二、おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい踊りを披露してくれました。その栄誉を称え称します。平成30年11月11日高知県知事尾崎正直代読小沢ゆか、ありがとうございます。よさこい祭り振興会会長賞、そして沼津商工会議所会頭賞、沼津市長賞、そしてよさこい沼津大賞と続けて発表をさせていただきます。そしてその後表彰に移りますのでよろしくお願いいたします。それでは皆さん心の準備はよろしいでしょうか。それでは参ります。まず高知市長賞のチームはこの曲です。高知市長賞は沼津熱風マイトの皆様に贈られました。では続いて
よさこい祭り振興会会長賞はこの曲です。よさこい祭り振興会会長賞は生き生き仲見世鳴子隊の皆さんでした。参ります。沼津商工会議所会頭賞はこのチームです。鶴ヶ島ありがとうございます。沼津商工会議所回答賞は鶴ヶリゾートの皆様に贈られました。すごいでは沼津市長賞の発表です。このチームです。よっしゃまず市長賞はライフジーズ雄大グループの皆様に贈られました。では今年のよさこい沼津大賞このチームの曲です。どうぞ。ありました。おめでとうございます。賞沼津熱風ワイト様木チームは第22回よさこい東海道において観客を魅了する素晴らしいよさこい踊りを披露しました。その栄誉をたたえ賞します。平成30年11月11日よさこい発祥の地高知市、高知市長岡崎誠也代読。ありがとうございます。振興会会長賞生き生き仲見世鳴子隊の第22回よさこい東海道において華麗な踊りを披露し優秀な成績を収められましたのでこれを賞します。平成30年11月11日よさこい町振興会会長青木明弘代読でございます。おめでとうございます。賞状沼津市長賞
ライフジウィズ雄大グループとの第22回うさこい東海道において華麗な踊りを披露し優秀な成績を収められましたので、これを称します。平成30年11月11日丸賞嬉しげ秀一、おめでとうございます。ありがとうございます。祭り実行委員会委員長芦川勝利より贈呈させていただきます。それでは自分のお二人どうぞお進みください。沼津大将リグル殿、第22回よさこい東海道において華麗な踊りを披露し優秀な成績を収められましたので、これを称します。30年11月11日よさこい沼津祭り第1回芝司会です。おめでとうございます。お願いいたします。今日の受賞チームです。どうぞ。ステージの舞台に立たせていただき誠にありがとうございます。熱風ナイトを応援してくださる皆様、そしてよさこい東海道の運営に携わっていただいた皆様に感謝の気持ちを込めまして、明るく楽しく、そして皆様を満面な笑顔にするような演舞を披露したいと思います。最後までご声援よろしくお願いいたします。では参りましょう。熱風おっぺけて奇想天外摩訶不思議、心に自由の種をまけ。
ご声援ありがとうございました。村瀬でプーバイトでした。踊り子サイズを右向け、右せーの、おめでとうございます。工事しました生き生き流れ線鳴子隊です。ありがとうございます。ありがとうございます。今年もね、半年以上コツコツとみんなが上がってきて、はい、そしてこの成果、このような賞をいただき、この最後に田野川で踊れる、とても幸せですね、田野川さん、はい、本当に感謝のことですね。はい、ではそんなね、今日来てくれたお客様、そして一生懸命ね、裏方として働いてくれた実行委員の皆様、はい、そしてよさこいを愛する全ての方に感謝を込めて、最後一発踊っていきたいと思います。それでは参ります。いきいき長見せなる子隊2018音風景君の微笑みまで
には福来たる大くじ笑顔を届けます。おーいちゃんちゃらお菓子で お笑いシャッサイコちょっと待ってください。Let's go!
夢
万華鏡。後ろに下がってお願いいたします。
ここで主催者を代表し、沼津市商店街連盟副会長杉山栄一からご来場ご参加の皆様に御礼申し上げます。杉山副会長お願いします。皆様、こんばんは。この天気の、10日11日と、非常に天候に恵まれまして、最後まで、観客の皆さん残っていただきまして誠にありがとうございます。この平成が今年最後の年にこの22回の、よさこい東海道を、迎えにあたりまして、まあ、皆様、観客の皆様、それから踊り子の皆様、それからサポーターの皆様の皆様のですね、ご声援の、賜物がですね、今日の結果になったかと思います。また受賞された今日、リグの皆様おめでとうございます。また来年はですね、年号が新しい年に変わります。このよさこい東海道もですね、また新しい時代にですね、また一歩、踏み込んでいくと思います。またどのような形でこのお祭りが、催されるか楽しみにしていただきたいと思います。本日この結果、このような天候に恵まれたことを感謝しまして、ご挨拶させていただきます。ありがとうございました。東海道第22回皆さんお疲れ様でした。そしてありがとうございました。皆様とともにですね、来年にまたよさこい東海道がつながりますように、最後元気よく総踊りを行いたいと思います。新沼津音頭です。さあ踊り子の皆さん、どうぞ入ってきてください。新沼津音頭、これからみんなで踊りたいと思います。それでは行ってしまいましょうか。沼津音頭ミュージックスタート。
来年につながりますように。またお会いしましょう。ありがとうございました。第22回よさこい東海道全てのプログラム終了となりました。皆さんありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りください。そして皆さん、きれいなお祭りにしたいと思います。ゴミの分別お持ち帰りをぜひともお願いいたします。お気をつけてお帰りください。県外からお越しいただいた皆さん、本当にありがとうございます。沼津の思い出作っていただけましたでしょうか。どうぞお気をつけてお帰りください。ゴミの分別お持ち帰り、そして